皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の数学ミニ、式の計算の16回目。今回は等式の変形の1回目として基本的な問題、これを説明していきます。この等式の変形って苦手な人が多いところなんですよね。で、苦手の人の特徴というのがあります。苦手な人っていうのは中学1年生で学習した等式の性質ですね、4つありましたけど、この等式の性質を忘れちゃっているか、なんとなく学習してきちゃった人、そういう人が結構等式の変形苦手なんですよね。ですから、あ、苦手だなと思ってる人は1年生の教科書を見て等式の性質もう一度覚えてください。等式 x プラス y イコール5、これを変形して、変形してというのは形を変えてということですよね。変形して x イコール5マイナス y、 こういう形にすることを x について解く、 y イコール5マイナス x という形にすることを y について解く、このように言います。つまり a について解きなさいという問題だったら a イコールという形にすると、 c について解きなさいだったら c イコールという式の形にすると、こういうことです。では簡単な問題2題使って説明していきます。次の等式を括弧内の文字について解きましょう、こういう問題です。括弧1番 3x プラス 2y イコール8、これは x について解く問題ですよね。ですから x イコールという形に変形します。 x イコールという形にするってことは x がついている項は左辺、そうじゃないものは右辺にあるということですから、 x の項以外をすべて右辺に移動します。 3x プラス 2y の 2y、 これを移項しますね。そうすると 3x イコール 8 マイナス 2y、 こういう形になります。これまだ x イコールじゃないですよね。 3x の前に係数の3がついています。この係数の3を消すために両辺を3で割ります。分数の形にすると簡単で、3で割るということは3分のという、こういう形にすればいいんですね。で、約分します。これで x イコール3分の8マイナス 2y、 x イコールという形になりましたね。これが答えです。括弧2番、 b イコール 4a プラス 12、 これを a について解きます。 a について解くということは a がついている項、これは左辺左側にあって、それ以外の部分は右側になくちゃいけないんですよね。でも今最初は 4a がついている項が右辺にありますよね。こういう時には両辺を入れ替えます。入れ替えるので符号はそのままです。これを移項しちゃってマイナス 4a マイナス12イコールマイナス b、 こうする人いますけれど、そうはしないでください。そのまま入れ替えで符号は変わりません。ですから 4a プラス12イコール b と、で a がついている項は 4a です。で、12もだから右辺に移動します。 4a イコール b マイナス12、この12は移項しましたから符号がプラスからマイナスに変わっています。で、 a の係数4、これ邪魔ですから両辺を4で割ります。同じように分数の形で考えます。で、約分して a イコール4分の b マイナス12と、これが答えですよね。これが答えなんですけど、よくテストで間違えちゃう人いるんですよ。どこを間違えるかっていうと、この4と12だけ約分しちゃって
ね、12約分す4で約分すると3ですから A イコール B マイナス3なんてやっちゃうんですけれど、これ約分するときは上の項すべてを約分共通して約分しなきゃいけないので、これ以上約分はできません。ですから答えは A イコール4分の B マイナス12。気をつけるのは4と12って約分しちゃわないってことですね。これを覚えてください。今回は、ね、等式の変形の基本的な問題説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。